ベースマリンウォーハンマー 40K のバトルレポートコンバットバトルでやっていきます。よろしくお願いします。ということで今回はコンバットバトル偵察部隊の激突をやっていきます。こちらですね、機密情報の回収ということで各ポイントマーカーからですねデータを取ることができます。そうすると点数を手に入れることができると。その代わり取ったところはなくなってしまうと、データはもう取れなくなるということですね。でその他ポイントを、取っていれば、ポイントの場所を取っていればポイントがさらにもらうことは、普通にできるということですね。で残念ながら僕はティラニットの、コレクトしか持っていないので今回は、スペースマリン側にねないとちょっと、差が出ちゃうかなということで、そこは関係なしということで、そのままやっていこうかなと思います。ではスペースマリン側のユニットを紹介。今回のキャプテンがターミネーターマソービをして1体、ライブラリアンのターミネーターマソービ1体、ターミネーター5体、インフェルヌスマリン5体以上のラインナップでお届けだ。さあ対するは我が愛する怪物たちティラニットの軍勢だ。ウォーロード、ティラニットプライム有翼種1体、サイコファージ1体、フォンライアズリーパー3体、バブゴントが5体、そしてターバゴント、こちらが20体、以上が全陣営である。こちらの2チームでの勝負コンバットパトロールの対戦です。さあやっていきましょう。さて最初の配置は以上のような配置になった。フォンライアズリーパーが少し前に出ているっていう状況だな。さあその状況でどちらがどうなっていくか。先行はスペースマリン。さあスタートしてみよう。さて先行スペースマリン多少前進をしてできるところに打っていくという形の動きである。ここでバーブゴントに1点ダメージ。さあここでティラニット側の反撃。フォンライアズリーパー先に出ていた分だけ前進をし攻撃体勢に、そしてその後ろティラニットプライム有翼種の姿も見えている。さあどうなる。しかしここでスペースマリン警戒射撃。今回の武器はフレイバーのため完全にダメージが当たる三段だ。これによってフォンライアズリーパーは半壊状態に。残った1体にも1ダメージが入っている状況になった。これは一気に形勢が逆転しそうだ。このままも突撃したフォンライズリッパーとティラニットプライム有翼種。さあこの攻撃どうなる。スペースマリンティラニット側の攻撃をギリギリ1体で耐え抜いた。しかしポイントを取ることはどうやら次のターンは難しそうだ。その他射撃や移動など様々あり以上のような流れになった。ターマゴントが次ポイントを取りそうな状況。そして下の方ではターミネーター対巨大怪物の様相が前見まれそうな状況になっている。さあ次のターンスペースマリンの攻撃となる。さあどうなるか見守ろうじゃないか。さあスペースマリンがキャプテンが相手のウォーロードに対しての対抗手段として援軍としてやってきた。さあこのウォーロード同士の勝負どうなっていくのか。ここの盤面も見逃せない状態になってきた。こっちではサイコバージ対ターミネーターの戦いが始まっている。さあこのお互いにタフさが強みの2つのユニットの勝負、さあ今後どうなっていくだろうかと言いたいところが、早速ターミネーターが1体やられている。サイコファージにはすでに4点のダメージが入っている。さあウォーロード同士の殴り合い、まずはスペースマリンに3点のダメージがキャプテン食らってしまったようだ。さあここで殴り返し、見事に決まったカウンターパンチ。ティラニット側早速ティラニットプライム有翼種ウォーロードを戦場からなくしてしまったようだ。これはスペースマリン側大いに有利な立場になったと言えよう。
さらにさらに返しのターン。2点ダメージをフォンライズリーパーキャプテンに与えるも、返しで殴り返されノックアウト。この場面は完全にスペースマリンキャプテンが把握したと言える状況になった。さすがスペースマリンのウォーロールキャプテン、タフさと強さが段違いである。これが地球を守る正義のヒーローの力っていうことだな。こいつは怪獣側のこちらの身としてはたまったもんじゃないから。さあ、タームボントとライブラリアン側だが、完全にバーブゴントはもうやられている状況かもしれない。さあ、タームボント数でライブラリアンを封殺しに行けるか、勝負どころである。さあ、タームボントライブラリアンを取り囲め、数で押せ、とりあえずなんとかしろというところであるが、こいつ硬すぎて、タームボントのこの白兵戦状態、攻撃3ではもう何も通らない。せめて貫通があれば多少のダメージはあるんだろうが、何ターンかけても通るダメージはゼロである。こんだけいてゼロである。どうすんだこいつら本当に。とりあえず数が多いがためポイントは取ることができるっていうのが好中の幸いである。まあそれが役目とも言える。さあ、完全に忘れられていたバーブゴーンと、ここで遠距離からキャプテンにダメージを手をともくろみ、こっから射撃に出る。しかしこれもまた硬いスペースマリンにはダメージが通らない。ただバーブゴーンとの攻撃は移動力を下げるという能力があるため、その効果だけは発動する。そしてこの後ろに実は1体いて、この後ろの1体がポイントを地味に抑えている。これによりティラニット側はある程度優勢なポイントを得たまま盤面を崩壊しているが、ポイントは一応優勢、そんな状況である。そんな中、ティラニット側からしたらまともに唯一機能しているのがこの変な口をしたモンスターである。このモンスター対ターミネーター、お互いタフなため、どこまでダメージを取るかわからないが、攻撃を仕掛けて、まず1体、ついでにもう1体撃破。サイコファージの攻撃は射撃と白衛戦両方モンスターのため行うことができる。本来モンスターは射撃の通すのが少し難しくなるはずなんだが、サイコファージの攻撃は噴射攻撃の攻撃のため、それは関係なく通すことができる。まあそれでも攻撃が基本的に弱いので通らないんだが、コンバットパトロールにおいてはなかなかの手だれとなってくれるようだ。さあ、蹴散らされる卵、もうバリバリにやられている。もうどこまで耐えられるんだかわからないが、とりあえず耐えるとこまで耐えてもらうしかないな。頑張ってくれ卵。こっちの盤面ではついにやられるサイコファーシ、ここで燃え尽きた。ここでスペースマリン側は敵がいなくなったので、この盤面はだいぶ楽な体勢になったはずだ。次のポイントも確実に取れると言えよう。さあ、反対側の盤面、こちらの卵もライブラリアンにすべてなぎ倒されてしまった。これにて残るのはバブゴンとただ一つのユニットとなってしまった。とにかく硬いぞ他のやつら、スペースマリン。さあ、各所に散らばっていたスペースマリン、ついに残りの残党狩りとなったようだ。だんだん近づいてきて、バブゴンと四方八方とは言わずも三方から詰めろがかかったような状況になっている。さあ、耐えられるのかバブゴンとで、残りのターミネーターはだいぶ強いやつらばっかりだ。さあ、結果はバブゴンと張り尽くしてゲームが終了となった。ティラニット側ユニットが一個も残らないという状況で第5ラウンドまで進んだわけだ。そしてこの状況でスペースマリンが獲得してポイントがスペースマリンの勝ちと思いきや、先行したティラニット側だいぶポイントがあった結果、スペースマリンと同点という結果に終わった。こんなにやられといて痛みを蹴ってのもまたそれがティラニットの戦い方なのかというところではあるが、ポイント数は同点。今回のルールではまあこれで
イーブンとなるわけだが、本来であるとウォーロードを倒したりすると点数が入ったりとか、そういったところもあるわけで、今回の勝利はウォーロード倒したスペースマリン側に捧げたいと思う。スペースマリン、おめでとう。